こんにちは、すみやです。今日はスマート望遠鏡で銀河団を撮れるのかどうかということをね、検証していきたいと思います。シースター S30 とかドワーク3はね、かなり広角ですので、マルカリアンの鎖などのね、乙女座の銀河団を撮ることができるようですので、昨日夜中にプランモード、スケジュール機能で予約しておきました。結果がどうだったのか見ていきたいと思います。まずシースターから行こう。じゃあ昨日のプランの様子を見てみましょうか。これですね。どっちだろう。こっちかね。あ、こっちにありましたね。はい。深夜の1時10分から4時20分まで撮ってましたね。はい。マルカリアンの鎖。うん、なんとなく映ってるね。はい。ちょっと AI ノイズ状況をやってみましょう。はい。J の形に。あ、終わった感じですね。はい、こんな感じです。はい。ちょっと明るくして、コントラストを上げてみましょうか。あ、コントラストを上げると、あ、コントラストを上げると非常にね、マルカリアンの鎖がよく見えてますね。はい。素晴らしい。うん。これで1対1にすると、ああ、いい感じですね。はい。こんな感じでどうでしょうか。これで保存しておきましょう。ダウンロードしました。はい。シースター S30。マルカリアンの鎖が取れました。これね、一応フレーミング機能で 1.5 倍ぐらいにして撮影したんだと思います。はい。回転して撮影はなんかできなかったので、そのまま拡大して 1.5 倍ぐらいで撮っていました。はい、こんな感じです。はい、こんな感じでね、マルカリアンの鎖、シースター S30 とドワーフ3で両方とも撮れましたので、本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。えい、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 え